放送席第26回北斗賞高波雲海号で制しました藤本拓海騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずは今のお気持ちをお聞かせください。いやもう本当に一着になれてほっとしてます、はい、ほっとしているということですけども、今日は、ハンデ頭800キロ、そして、レース前半雨も降りましたけど、条件などはどう感じてましたか？いやもう本当に自分のこの馬のレースするだけだなと思ってたんで、はい、まあ、それなりに自分の馬のレースできたかなとは思ってるんですけど、はい、レースを振り返りますが、道中など折り合いなどはいかがでしたか？いやもう本当に結構いい折り合いついてたんですけどね、まあ、結構内側でなんとか先行されてたんですけど、まあ、焦らずと思ってたんで、最後前半ちょっとため利かした分、最後ちょっと二の足使ってくれたのかなとは思ってるんですけど、はい、最後は刺す展開になりましたけど、こういう展開は藤本騎手イメージありましたか？いや正直言ってなかったんですけど、もう必死に折って、はい、なんとかかわしたんですけど、はい、前を行く丸見豪快もかつては藤本騎手乗っていたので、どうですかね、かわせるかなどうかなというのは最後印象ありましたか？いや結構前半行ってたんで、最後どうかなとは思ったんですけどね、僕の方がちょっとよく歩いてくれたのかなとは思うんですけど、はい、それにしても今季はもうこれで、ずっと1着または2着と強い競馬を続けていますけども、今季の甲子園会、藤本騎手どのような印象をお持ちでしょうか？いやもう本当にね、昔ほどこうカリカリしたところもなく、レースで、ね、もう前半もこう落ち着いて力まないで走るようになってきたので、ね、もう本当に完成されてきたのかなという感じだと思うんですけどね。それでは最後にファンに向けてメッセージお願いいたします。そうですね、まだまだちょっと天気が、ね、悪いんですけど、これからなんか天気良くなるそうなので、ぜひ万栄競馬生で見に来てください。よろしくお願いします。藤本拓海騎手でした。以上をもちまして第26回北斗賞の表彰式を終わります。関係者の皆様おめでとうございました。